はい、モナイズやります。よろしく。いやでもね、ちゃんと今日は話題がありますから、一つ。
まあね、ちょっと MC の今日はね、ちゃんとお茶までつけるよ。まあ、さっき飯を買いにね、これそう、まあ、知ってる人は知ってるんだけど、数人まあ、デブジンとか鍋とかと、まあ、ファイマー行ったんですよ、向こうの。でね、まあ、その俺はミートソーススパゲッティと、まあ、野菜ジュースがあって、まあ、レジ持ってくわけよ。で、まあ、レジ置いて、で、まあ、600いくらになりますって言われたから、ちょっとこんなコーラスかかってると、ちょっと聞き取れないよ。岡本さんだからやっぱこだわりがね。あ、やっぱありありでいいっすよ、別に。で、まあその、財布出すじゃん。あー、金払おうって思って、財布出そうと思って、ポッケに手突っ込んだら、そこに入ってたのは財布じゃなくて、モバイルバッテリーだった。で、やべえ、そう、待って、ここじゃない、ここじゃないんだけど。で、そう、あ、やべえな、どうしようって思って、あー、もうどうしようかな、買うのやめようかなって思ったけど、ふと後ろを見たら、デブチンと鍋がいたから、デブチンさん、すいません、1000円貸してくださいって。で、まあ、1000円借りるわけですよ。で、まあ、ことなきを得てね。で、まあ、おばさんが、よかった、1000円お友達いて、で、Tポイントカードありますか、いや、財布忘れたんで、自分ないですね。したら鍋が後ろからヒュッて出てきて、鍋のポイントを使って、ポイントカードを使ってポイント貯めていいっつって、そう、6ポイント上げたっつう話。じゃあ次の曲いって終わりにしますね。ありがとう。